あれ、消費税アップについてはですね、はい、この被災地にも関わるのでということで、例えば岩手県知事だったと思いますけれども、この被災地、地元からの反対の声もありますよね。それはだから震災に対しての話でしたらね、はい、増税で震災を賄うっていうのは、それはセオリーとしてはないです。はい、ですから、それは仮に震災のお金が必要になったら、それは、その例えば長期にわたって返済するとかいう形しか実はセオリーはないですね。はい、ですから多分その岩手県の知事さんはですね、それをもって増税はいかんでしょって言ってんだと思いますけどね。でもそれを今高橋さんおっしゃったみたいな形で長期で見ていこうってせずに、それを短期でやろうっていうのはもう増税の方につなげていきたいからという目的なわけですか。そうなんですよ。増税したいとしか思えないんですよ。おそらくこの話は世界中ですごく不思議な話で、でも日本外だったらいいやって外国の人は別に何も言いませんけどね。ちょっと親しい人と話するとなんかクレイジーってみんな言いますわね。国会の方でもね、一時期そんなことするのは火事場泥棒じゃないかみたいなことが話し合われたということなんですけど、結局そっちの方向にずっと。そう、ただ今 の政府の方 の人が、まあそのまあ、財務省の人がみんな裏でやってるんですけどね、その例えば復興構想会議の人なんて、そのメンバーの人にいろいろとその財務省の人を振り付けるって言い方するんですけどね。振り付ける、あきれば振り付けて増税が必要ですって言わせるんですよ。ほう、ですからそういうことやってるから、結構専門家でない人たちがいいように使われてると私には思いますね。確かに第1回目の会議からいきなり税の話が出ましたけどね。挨拶でいきなり言う話じゃないですよね。もともとこの震災っていうのは非常に大変な事態なんで、例えばその戦争と一緒なんですけどね、あんまり予算とかそういうの考えないで、いきなり最初にお金をつけるっていうのが鉄則なんですよ。で例えばその30兆だけドンと先にお金をつけてあげるって、あとはもう自由に使ってください、予算とは関係なくやってくださいっていうのは普通なんですけどね。でもね、そのお金最初につけるって言っても、日本は今1000兆円にもなろうとする膨大な額で借金があるっていうじゃないですか。みんなマスコミの人がすぐ騙されるんですけどね。騙されてるんですかこれ。1000兆円という借金があるんですけれど、でも700兆円も資産あるし、そのうちの多くは政府の子会社で天下り先ですよね。はあはあ、本当にそんな借金が大変だったら、その政府の天下り先子会社売れっていうのが普通じゃないですか。はあ、1000兆円のうち、じゃあ天下り先の子会社を売ったら、700兆円は返せるわけですか。正確に言うと700兆円全部じゃないですけどね、はあ、700兆円のうちの多分400兆円ぐらい返せますね。はあはあはあ、ですからもしね、企業でしたら借金が大変でしたら子会社売るんじゃないですか。うん、そういう選択ありますね。子会社売らないうちは借金は大変じゃないんでしょ。だからよくしばしばその財政危機だと言われるんですけど、本当に危機だったらどうして政府の子会社を売らないのかってすぐ聞かれますよ、私は。ですからね、あんまりその話、危機だっていうのははっきり言って嘘です。嘘だって私が言ってもあんまり信じてもらえないと思うんですけれど、例えばこれマーケットのデータを示せばすぐ分かるんですけどね、ちょっと専門的ですけれど、国債に対して保険っていうの取引が実は世界で行われてるんです。はい、例えば日本の国債を持ってて、それが日本が破産しちゃったら、その国債紙くずになっちゃいますよね。そうですよね。はい、その紙くずになっちゃったら困るっていう投資家がいるんで、それに対する保険をかけるんですよ。はあ、でそういうのをクレジットデフォルトスワップっていう、ちょっと英語の方でそういう取引があるんですけどね。でそういうのを見てますとね、例えばギリシャの保険料っていうのは、ギリシャは今潰れるっていうふうに言われてますよね。はい、なんか経済的で、そのギリシャの保険料ってものすごくやっぱり高いです。要するにギリシャ本当に潰れるかもしれないから、はい、ギリシャの持ってる国債に対する保険をみんなかけるんですよね。そうすると保険料が高くなってすごく高いんですけれど、そのギリシャに対する保険料って日本の20倍以上ですよ。はで日本の保険料っていうのは実は世界で最低ラインです。でそれをあえて言うとですね、日本の保険料ってでから日本の破綻を計算すると、100年間でも破綻するかしないかってレベルです。でギリシャはそれで計算しますと、5年以内に確実に破綻するっていう計算なんですけどね。でそういう取引がから考えるとですね、日本っていうのはやっぱりその先進国の中でトップレベルの破綻しない国だと普通は言われてますね。我々としてはものすごい借金まみれで、今にもとにかく税金上げなかったらもうやっていけないという感覚を、それと今私が話したマーケットのデータ、これは私が言ってる話じゃなくて、はい、実際マーケットで取引されてるデータですけどね、はい、ですが世界中の人がどうやって見てるかっていう市場の評価ですよね。
それから見たら全然破綻しませんね。あの今回の大震災あるいは福島の事故でこの日本に対する評価が下がる、そしてという傾向はありませんか。あったんですけどね、今の CDS で見たらですね、実は CD そのクレジットデフォルトスワップですけどね、はい、そのデータだけで見てるとそれは大震災があった後ちょこっと上がりました、うん、上がったんですけどまたすぐ戻って、うん、今大したことないですね、うん、だからすごくその大げさに言うんですよ、そのデータを抜きで、うん、だから破綻するってすぐ言うんですけど、本当に破綻すると思ってたらするんでしたら、ここのクレジットデフォルトスワップのレートっていうかデータはすごく高くなるはずですよね、うん、全然高くならないですよ、うん、そしたらね高橋さん、はい、今回まあ震災復興のためにお金がいるとか、まあ、年金のためにお金がいるとかいろいろありますけど、それをどうやってそのお金調達していったら一番いいんですかね。震災でしたらね、さっき増税の前にやることがあるとちょっと言いましたけどね、例えば震災でしたらね、埋蔵金っていうのがあってですね、はい、これで30兆円ぐらいありますから、それドンと出すってのが普通ですね。30兆円の埋蔵金ですか。だって別に結構あるんですよ。さっき資産が700兆あるって言いましたけど、はい、そのうちなんかやりくりすると結構出てくるんですよね。でも民主党政権は事業仕分けとかやって、そうそう、だからね、あれも私民主党政権から政権発足前から、まあ、菅さんとか鳩山さんにこんだけありますって言ったことあるんですけどね、そしたらそれやりますって言ってたんですけど、やらないんですよ。はあはあはあ、だから多分それは財務省の言いなりなんですね。でさっき子会社売れって言って私言いましたよね、はい、それも官僚の天下りだから売らないし、その埋蔵金だってそれは あるのにそれも出さないって、だからそれで増税が必要だっていうことを言うから、私にはちょっとよく理解できないですね。元大蔵官僚の高橋さんの目から見たら、もうまだまだ埋蔵金があって、そこから出てくるお金はたくさんあると。ありますよ。それで私はまあ、大蔵官僚しても大蔵氏を辞めたのずいぶん前で、その後官邸に行ってましたけどね、はい、小泉政権と安倍政権の中でやってる時にこの埋蔵金40兆円で出しましたけど、へですからそんな難しくないんですけどね、これは。だからそういうお金があるのに実は、はい、いや財務省がやらないからっていうだけなんですよ。ですから例えば小泉さんとか安倍さんの時には私がそういうことを話しすると、そこから指示が降りるから財務省もさすがにしぶしぶ出すんですよね。それするかしないかなんですよ。じゃあ今の政権の状態はそれをしてないということで増税の方に向かっているということですね。例えばさっきの事業仕分けでも私枝野さんとか蓮舫さんとテレビでご一緒だったんで一個指摘したのがあるんですよ、はい、これはまあ 2兆円か3兆円ぐらいの話なんですけどね、あんまり大きいのは埋蔵金じゃないです、それ言ったんですけどそれもやらなかったですね。だから それで本当にやらないのかなと思ったら最後の予算の時にちょこっと出てくるとかね、はい、だから要するに多分官僚にいいようにやられてるんだと私は思いますよ。わかりました。高橋さんまだまだねお話伺いたいんですけども、ここですいません、ちょっと時間となってしまいましたので、はい、またよろしくお願いします。はい、はいはいはい、それじゃどうも失礼します。はい、すいません。はい、今日は開発大学教授の高橋陽一さんにお話を伺いました。以上特集のコーナーでした。